で、こちら続いての紹介する作品こちらです。ババン、テッド・バンディ。ほう、なんか、うん、良さそう、なんか好き、そういうラムちゃん好きそうな表紙だろ。うん、これ実際にいたシリアルキラーっていう語源になった男の人の話の映画です。もう見たいじゃない。見たいね。見たい。やばいよ。みんな知ってます？このテッド・バンディと。わかんない。なんか名前だけちらっと聞いたことありますけど、詳しくわかんない。だからシリアルキラー、元祖シリアルキラー。元祖で、もうこの人でもうそういうことができたんだ。昔の事件ってこと。そう、このテッド・バンディって人がこう1970年代アメリカで30人もの女性を惨殺したんじゃないかって言われてる男でして、このね男が IQ160 の持ち主なのよ。頭いいんだ。めちゃめちゃ頭いい。これ頭の使い道を間違えてしまった人だ。そのパターンだ、ね、それも映画で出てくるんだけど、うん、捕まって裁判するシーンあるんだけど、うん、弁護人立てないで自分で弁護するの。その人知ってる。はしゃいでる。はしゃいでるよ。シリアルキラーで。はしゃいでるポイントおかしい。あ、見てー。めっちゃ見てー。それぐらい頭良くて、なおかつイケメンなの。いやもうね、そういう犯人って大体イケメンなんだよね。だから被害者女性が多いの。なるほど、イケメンだからひょいひょいついてっちゃったりするのか。そうそう、で、ね、あれなのよ、その…あ、ごめんなさい。あとちょっとですよ。あとちょっとで走り切りますよ。で、このデッドバンディ捕まってからも刑務所にファンレターが来るぐらいの。あー、なるほどね。なんかいろんな人を魅了させる、これテッドバンディから唯一生き残った女性が一人いるの。生存者がいる。生存者、それはテッドバンディの恋人なんだけど、その恋人目線で描かれた映画が今回この作品。犯人じゃないんだ。じゃない。犯人っぽいけどね、なんかね、この感じ。かつね、この映画ちょっと独特だなって思ったのが、シリアルキラーのお話扱ってるのに、うん、残酷な殺害シーンとか、うん、グロ描写が全くないの。あ、え、そうなの。そうそう、それ珍しいですね。そう、まあこの映画自体あの半分以上裁判シーンなの。あー、なるほど。法廷劇な。法廷劇がちょっと多くて、なんならこの映画ちょっとこの男を、うん、なんか無実ですよみたいな撮り方をちょっと撮ってるの。あ、映画自体。映画自体、うん、でもあるセリフだったりとか、ある行動、シーンでゾッてするシーンがところどころ挟まり込まれてる。うわ、だからやってんなこれ、あれでもみたいな。なるほど、そういう見せ方をしてる映画で、もう俺もずっとヒヤヒヤしながら見てる。揺さぶられますね。これはマジでぜひこういう人がいたんだっていうのも、まあ、ある意味知れる。そうだね。ぜひご興味ある方はよかったら見てみてください。牛の背に偉い映画を。いやーね、気狂ってんじゃないかと思いますよね。これ主演がね、筋肉俳優でおなじみのザック・エフロン。筋肉俳優、筋肉今回映画で出るけど、もう全くそれ楽しめませんからね。関係ない。で、これその恋人役にリリー・コリンズさん、はい、やって、まあリリー・コリンズさんが可愛くて、唯一そこが救いだったな、この映画っていう。